はい、こんにちは、西村です。今日もね、伊豆高原の別荘からお送りしてます。この2泊3日を使って、特に昨日は1日別荘の中でのんびりね、これまでのことをまとめたり、これからどういうことをやっていくかっていうのを考えたりしてやってきました。だいぶね、きれいにまとまってきたので、これからやっていくことがね、はっきりしてきたと思います。最終日なんでね、せめて温泉に入ってから、ゆっくりしてから帰ろうと思ってます。こういう時間を取るってことが非常に大事だなと思いますね。はい、改めまして西村です。ここが別荘っていうのは嘘です。簡単、本当はコテージがあったんで、ちょうどいいなと思って泊まりに来てたっていうのが本当のところです。ね、昨日、動画を上げたら、別荘、マイ別荘、本当に買っちゃったのなんて、反応があったので、あえて、こうやって撮り直してみました。以上です。